ピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなピーも元気ですよ、といった感じでやっていきますね。はい、今日もふなピー島端に行ってまいりました。今回はコラボではございませんが、ブティークのトレンド感あるアイテムをお得にゲットしちゃいました。それが、はい、こちらでございますね。ふわっとね、はい、シアー七分袖シャツ、ワンピースでございます。商品情報はこちらでね。サイズは大きいサイズのコーナーで 3L となっております。お色は泡茶と書いてありますが、くすみピンクっていった感じでございますわね。そしてお値下げされた気になる金額はっていうと、こちら1639円のところお値下げされて、なんと550円になっておりました。はい、夏にもマストなシアーシャツで大人の肌見せコーデができるわけでございますわね。素材はナイロン 100% で、軽くて柔らかいです。透け感のあるシアーは今季もトレンドのシアーバンドカラーシャツでございます。後ろ身頃にはヨークにタックが施され、前後差ある丈に両サイドにはスリットが入っております。そして7個あるボタンは同色で半透明になっているので涼しげに見えます。わかりますかね、こんな感じ、こんな感じ、ほら、なんか涼しげでございますよね。ガラスのような感じ。これがね、550円ってなんかこう嘘みたいなお値段でございますわね。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。それではこちらシアー七分袖シャツ、ワンピースでコーディネートしてみたいと思います。シアーシャツは上のボタンを2つ外し着用し、インナーはスクエアネックのタンクトップに、ボトムスは GU のフロントスリットパンツにブラックのパンプスとブラックのバッグでコーデしてみました。引き締め効果のあるブラックのワントーンコーデにシアーシャツを合わせれば、すっきりとしたトレンド感あるコーデになります。ブラックのパンプスで合わせるとよりきれいめな印象になると思います。そしてこちらのシアーシャツでございますね。ゆとりあるふわっとした身幅に、後ろはヨークにタックが施されているので、後ろ姿もゆったりとして気持ちよく着用できます。ふわっとですね、このゆとりあるサイズ感がまたよろしゅうございますね。ドロップショルダーに七分袖のカフスは、透明の同色のボタンが1つついております。カフスに細かいギャザーが寄せられることによって、こんな感じでね、ふわっと可愛い七分袖になってるんですね。164センチのフナピーで、膝が隠れるか隠れたいかぐらいの丈となっております。この透け感のあるシアーで、ちょっとこうオブラートにくるまれたような感じで、インナーにタンクトップを着用していても、太い
スナピーの二の腕も分かりづらいです。また深めのスリットで動きやすいのはもちろん、ボトムスのお色がねチラッと見えるのもよろしゅうございますね。チラッとですね、チラッと。インナーやボトムス次第でいろいろなコーデが楽しめると思いました。はい、次行ってみましょう。トップスはムムさんのロゴ T シャツに、ボトムスは GU のスリット入りロングデニムスカートと、履いてる靴はムムさんの厚底パールサンダルに、持ってるバッグはムムさんのベルトバッグでコーデしてみました。シアーシャツに足元はロゴサンダルで合わせると、より季節感があるコーデになります。そしてシアーシャツのお袖がこんな感じでね、ふわっとボリュームがあるので、半袖 T シャツを着用していてももたつくことなく着用できました。バッグはね、ちょっとこうシアーシャツの色をリンクさせてみました。では次行ってみましょう。シアーシャツのボタンを全部外し、羽織として着用してみました。トップスはひなさんのレースタンクトップに、ボトムスはワールドのアンタイトルのワイドパンツに、ベージュのサンダルに、こちら持ってるのはテラさんのテラウェイ M のバケツ型バッグでコーデしてみました。トレンド感あるワイドパンツにヒールのサンダルを合わせると、よりスタイリッシュに見えます。またシアーシャツを羽織るだけで涼しげな感じもいたしますね。はい、次行ってみましょう。ユミさんのタルバユミの花柄キャミソールワンピースに、色を合わせたベージュのサンダルと、持ってるバッグはユミさんのタルバユミの扇形バッグでコーデしてみました。色味を合わせた淡色コーデでございますね。インナーにはさっきのひなさんのレースタンクトップを着用しております。シアーシャツとキャミソールワンピースは実は相性がいいんでございます。そしてシアーシャツで薄い生地なので、キャミソールワンピースを合わせても、ここのウエストのラインとかヒップのラインがもたつくことなく着用できました。はい、これでフナピーのシマパとハンドコーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。よっ、行くよ。いい？今回は大きいサイズのコーナーのお値引きされた、ん？違うね。お値引き、お値引き、ん？おね、ん？大きい。今回は大きい、大きいサイズのコーナーのお値引きコーナー。うん、言えないからやめよう。お色は泡茶ってなっておりますが、どっちかっていうとね、泉ピン子じゃなくて、泉ピン子じゃなくて淡いピンク、
淡いピンク、淡い？もう一回ね。あ、ダメだ。泉ピンクが頭から離れない。うん。あ。両サイドにはスリットが入っております。もう一回ね。もう一回ね。ピロロンだもんね。ピロロンだね。あるある。うん。忘れてたね。はい、言いますよ。忘れてたわけじゃない。え、違うの。使用シャツのボタンを？ん？に？ん？の？に？ん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 ？ボタン？ボタン？使用シャツの？ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。一気にバレた。もう一回、もう一回。バレないかと思ったんだけどな。シャ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 、パッパッって言って。はい、もう一回やります。1から。